はい、こんにちはくんです。ということでね、今回はネタのね、準備会ということで、ちょっと一時的にね、コピーサーバーで、クリエイティブで全員でやります。で、ちょっとこの動画何をしてるかっていうのが、詳しく知りたい人は、説明文にある動画を見てください。昨日の動画です。昨日の動画でネタというか、ネタを撮ったので、その準備にね、かなり時間をかけてみんなでやるので、ちょっとここもね、動画にして、まあ、どういう感じで作業したよみたいな感じでちょっと見せていく番外編的なね、おまけ的な動画にしようかなと思います。どうする？てか、インドサラチにしてほしいかな。でも、インドサラチの前にまずインドを転送しなきゃいけないから、ありし日のインドを作らなきゃいけないのか。そう、朝日もペンペクリーティブ、オッケー。総分かなり上に作ってね。かなり上に作っていいよ。これは使わざるを得んでしょう。どうしよう、どっちが面白い。まあ、インドを半分ちょっと畑にしたみたいな感じにするか。じゃあ、インド半分畑にしてるから、証拠隠滅のためにインド全体ごと消し去るみたいな感じでいい。それでいいかな。よくない。どこに作ればいいですか？チタンハウスの上でいいよ。インド帝国民です。何かできないかな？建物を壊す。いや、全員にクリアやるから建物壊して耕して。クリエイティブアットAするよ。で、範囲だけど、全部やっちゃうと、インドっぽくなくなるから、フェリーの半分ぐらいまで畑になってるのがいいかな。フェリーの半分ぐらいまで畑になってて、あ、コマンド使えば早いか。いや、でもやっぱ手で壊した方がなんか、趣出るでしょ。趣出しながら壊そう。味出そう。じゃあ壊しますか。壊すのちょっと楽しくない？単純になんか、ハッピーでしょ。建物壊れかけにしよう。単純に、インド帝国壊すのちょっと楽しいじゃん。てジャダノルさんが壊してる。半回ぐらいが面白そう。そう。このさ、船もさ、なんか、畑にしない？船のこの表面。船の表面畑おもろくない？ここなんか、謎にダート引いて畑にするっていう。おいおいおい、重くなるぞ。まあでもこれぐらいがいいかもな。ちょっとボロボロになってるとかが一番いいかも。で、フェリーだけ残して、フェリーは後で壊す。フェリーは最後に壊すから、そのクン来てって言ってから、フェリー壊すから、今、畑を作ってますかって、フェリー爆破みたいな、こう、それ大丈夫なのみたいなところから入るから、フェリーだけ取っといて。で、あと、もうちょっと建築できる人が、ゴムハムの、ゴミ処理装置、地下まで掘り抜いたゴミ処理装置作りたいのね。地上に作った方がなんか映えるか。地上になんかすごい円形のでっかいやつ、円形のクソでかいやつ作って、そこになんか放り捨てるところの方が映えるか。作りたい人いる？なんかもう円形のでかい穴でいいよ。誰か建築作れる人、作りたい人いなかったら指名する、適当に。おい、フェリーまだだぞ。壊すの爆破シーン取れないから。ちょっとイカオ多分頭が悪すぎるからファマスには壊さないで。ファマスそれも壊すから、イカオちょっと頭悪すぎるから、ちょっとこっち TP させとく。まあでも、先にインドやって全員で掘り抜いた方が早いか。先にやった方がいいか。先にそっちやろ。なんか空爆された後みたいだな。ほんとに。おい、フェリー壊しちゃったな、お前ら。じゃあファマスの家だけは手つけないで。もう、とりあえずこんなもんでいいよ。ファマス見たら驚愕しそうだな。あいつなんかポケモンやってるとか言ってたから。ああ、それいいね。そのジャダムのそのアイディアいいわ。その、中に畑作ってるみたいなのすげえいい。もう TNT そろそろいいと思うよ。中くり抜いて畑作ってるの面白いから、中くり抜いて畑作ろう。ちょ、このスポンジクソだるくね？これ誰だよ、このスポンジ置いたバカ。スポンジ置いてもこれ結局全部畑にすんだぞ、これ。バカタレおるな。これスポンジ全部撤去してバカタレが置いてる。なんガイキングとかだろ？いや、俺違うし。ガイキングでしょ、多分。ちげえって。ちげえって。俺やってねえってってやつ。俺だからちげえっつってんだろ、ガミがよ、お前。だから俺ちげえ、だから俺が違うっつってんだからさ。言ってたやつちゃんとそこ見ろよ、お前、そのシーンよ。上がってきたわ、マジで。懐かしい。あのガチギレするカイキング。ちげえって言ってるだろ、ガっていう。ちょっと頑張ってね、これ。結構だるいから。あ、いいね。これぐらいの荒れ具合がいいね。あと中に畑作ろう。すげえ楽しいな。めっちゃ楽しいね。なんか畑作るのって。すごいな。これも、ここも畑になってるのすごいいいね。船までもが畑とかしてる。畑多すぎだろ。今までこのタイプの嵐してなかったよね。やばいな。いや、楽しいね。なんかやっぱ嵐しちゃいけ、なんかさ、文化祭の時とかにさ、絶対なんかこう、なんか普段できないようなことできるみたいなさ、楽しさみたいなのあるじゃん。なんか、わかる。なんか、
こう普段教室そんなことに使っちゃいけないのに使ってるみたいな、そういうこうちょっと禁忌を犯す楽しさはあるね。でこの後ろ姿だけ見たら結構やばいなって感じだね。ジャダノルさんは、ジャダノルさんの方がノルノルさんっぽい、なんかちょっとだからノルノルさん、いやなんか丁寧にやってるし、なんか微妙にいいね。そのちょこちょこ壊して畑にするのすごいいいね。なんかこう、なんか崩壊した文明って感じする。このアングルすごいやば、最高の景色だな。これ裏側もあるからね、裏も全然これやれると思うよ。木とか生やしてもいいですか？あ、いいと思うよ、その辺は自由に。な、畑っぽい雰囲気出れば別に何しても縛りはない、そこまで。ちょっと待って、ノルチタさんいた。あー、いいんじゃない、あ、いいんじゃない。そこからのじゃじゃとか砂が大量に降ってくるみたいな。だから砂大量に落とす装置みたいなのが欲しいんだよね。そこからコマンドで作れるかな、砂が大量にそこから落ちてくるみたいな。オッケー、砂じゃあ大量に落とす装置ちょっと作ってほしい。あの、誰にコマンド渡せばできる？良平に渡す？良平に渡して転送させる？良平が一番できるっていうのは早かったから良平に任せるか。じゃあ良平に渡すよ。良平じゃあよろしくね。ワームホールから落ちてきてる砂の絵が欲しい。あ、あとさ、そこだけどさ、結構さ、落ちてくる場所、それはブラックホールのブラック部分大きくていいよ。直径でかくていいよ。その方がなんか砂が一気に落ちてきてる感あるから、5段目まで作ってもいいよ別に。なんかほんと大きくしていいよ。5段目とかにしていいよ全然。結構ね、でかい方がちょっと面白い。おめえ楽しそうだな。おめえ、お前。TNT になってんの、これウケんな、これ。これいい、これちょっとセンスありや。もう最後、この、インド帝国ごと、その異世界に吹っ飛ばすのは、あれでもいいかね。コマンドでもいいかね、さすがに。コマンドの方は逆になんかこう、良さそうだね。一気にインド帝国の上積み部分を吹っ飛ばすって感じで、クソ重くなりそうだけど、全部吹っ飛ばして、なかったことにして、もうなんか、実験で事故が起きたことにするとかなんか適当なこと言って、最終的にはなかったことにする。どうやってインドを捨てるんですか？なんかゴムハムが、ビーコンを置いたら消えますとかって言って、ビーコンをなんか置いて魔法陣を作ったら、そのゴミ箱に転生されるとか言い出して、で転生させる。なんかいいね。こう、ファマースの建物が壊れるのは、今まで絶対に荒らせなかった。でも、みんな絶対荒らしたかったに違いない場所を荒らせるっていうのは、なんかあいつなんか特権階級みたいな感じに なりつつあったからな、若干。あいつはなんか荒らされないで済むみたい。インドは荒らされないで済みますみたいな、こう、違い封建みたいなのを多少なんか感じてたから。なんか上級国民要素あったけど、上級国民も何が起こるかわからんってことだな。ちょっと取り上げすぎてたからな、ファマスを。ファマス取り上げすぎてたのはな、否めない。だいぶいいかな、こんなもんにしとく？お前無名だからな。なんか、タブラって、なんか、キャラ立たないんだよね。なんか、チタンみたいなトロールはしないけど、なんかといって、真面目キャラでもないみたいな。あんまりなんかいても、いなくても変わんないかな、みたいな。よし、じゃあみんな一旦ここは、これでいいです。これぐらいちょっと荒れ果てて、途中みたいな感じがいいです。ちょっと耕してるとこ、埋めきってないところも埋めてる途中とか、なんか成長させてる途中ぐらいの方がなんかそれっぽいから。で、あと、直下掘りします。円形の直下掘りするから、あと1個。そのゴムハムの、その、ゴミ処理、万能ゴミ処理施設。くんさんってなんでゴムハムって言うんですか？ってゴムハムでしょ？で、ゴマハムとかなんかキモくね？なんか、語呂が悪い。ゴムハムの方がなんか、なんだろう、ゴマハム、ゴマハムって、なんかキモくない？ゴムハムの方がなんかこう、ちょっと良さそう。ハヒハトもさ、クソみたいな名前じゃん、ハヒハト。ハヒハトは？ハヒハトでしょ。ハヒハトとかなんか誰が呼ぶの？ハヒハトでしょ。ハヒハトってなんだよ。ビシーですよ。それでビシーと呼ばなくね？ビッキーでしょ。よし、じゃあ、ちょっと全員 TP するぞ。円作りに自信に切る。円作るの自信ありみたいな人。ジャダムわかんないだろ、円の作り方とか。直径だけ示すから、なんかネズミいる。ネズミおるわ。封印しとこう。ふざけんな、お前、これ。こんな円いらないから。結構広い方が面白いから。羊半分飲み込まれてるぐらいのが多分面白い。これぐらいの直径かな。羊が降ってくるのも面白いじゃん、ちょっと。なぜか羊も降ってきたみたいな。みんなもう、なんとなく直径の内側だなと思うやつは、
掘っていいよ、ここ。この、もう、あれだから、岩盤下までくり抜くから、まあ、ここはさすがに大丈夫だろうってやつはもう掘っちゃって。で、ハイハードの手伝い誰かしてあげて、一人じゃこれ大変だから、羊も落ちてこさせたいから、落下させたいのね、羊も。なんか上から羊も降ってきたみたいな。これ最初に入れた羊じゃねみたいな。なんか空から羊が降ってきてるみたいなので、最初行きたいから。枠ブロック何にします？あれにしよう。プリズマレンガにしよう。プリズマレンガ。枠は。枠全部プリズマレンガで。異世界っぽいの出したい。多分これは、ゴミメロをやめといた方がいいぞ、イジナー方は。マシュメロ好き呪われてる。呪われてるよ、マジでこれ。呪いあるよ、多分。うちのチャンネルで。このマシュメロスキンは。ろくなことにならん。ゴドン、静かに。ゴドンくん。ゴドン静かにしよっか。何かあったんですか？君のいるディスコードの話だよ。ゴドン静かにしてるか。ちょっと。下がせのホールがギャグみたいな大きさになって、いいんだってギャグの大きさで。いいんだよ、それで、逆に。いいじゃん。それぐらいじゃないとさ、なんかこう、なんか、異次元から出現した感がちょっとないじゃん。こう、異次元から現れたみたいな。そういう、なんかこう、誰でも絶対わかる仕事とかなら、なんか、作業員そっちに回していいけど、なんか、OP でコピれば、4分の1作ってコピれば、それダメなの？あ、でもダメか。ワールドエディットないから無理か。ワールドエディット入れれねえわ、このサーバー。ペーパーだから。無理。頑張って。頑張れ！単純作業だったら誰か回す？タヌキとか回してあげよっか。大丈夫でしょ、タヌキなら。わかるわかる。タヌキを回しました。ちょっと説明してあげて。あと、アキラくんも手伝い行ってあげて。多分、建築、そこそこわかるの。そんな感じかな。あと、カンタスケとかちょっと手伝ってあげてほしいかも。何やってんだ？ちょっ、けい。なんか、これ、方言なのかな？直径。まあでも多分方言かもね。イントネーション。栃木？俺、栃木行ったことないよ。栃木県の中、立ち入りしたことないと思う。あ、キリトの、あれわかんじゃん。住所特定できんじゃん。あ、これさ、よく考えたらこれ OP で掘れません。僕たち無駄なことしてたのでは。大まかならできる。じゃあ大まかにちょっと、岩盤下まで行きましょう。すごいな。過去最大の円なのでは。円形闘技場再利用でよかったのでは。いや、なんかこう NHK の横がいいかなと思って。OP いいよ。いや、ヤンドルとニシトいるからとりあえずいい。あきらくん多分ミスるじゃん、たまに結構。ユタカとかにいるわけねえだろ、OP とかも。ユタカ OP 一番いらんでしょ。さ、やめてくんね。やめてもらっていいか。張り替えるとだるいから張り替えなくていいよ。張り替えたいの？張り替えたいんだったら張り替えてもいいぞ。でもな、めんどくさくない？まあ、やりたいんだったらやってもいいけど。張り替える？じゃあ。張り替えとかでもかっこいいか。はい、じゃあ張り替えます。ジャダムが張り替えようとしてたから張り替えます、全部。ジャダムが張り替えるって言うんだったら、まあ、俺たちもやるしかねえだろう。レフトザゲーム。もう、ジャダムがやるっつんだったら、俺たちも、ちょっとやるしかねえよな、確かに。そこは。大丈夫、すぐ終わる。俺、ちょっと台本書くわ。さ、あと、チタンハウスにさ、大量のさ、TNT のさ、その、物資が入ったさ、チェストとさ、エンチャントされ、まあ、エンチャントされてなくてもいい。ダイヤの剣大量に入ったやつ、ちょっと一人用意してくんない？ダイヤの剣、武器いっぱい入れて、とにかく。剣とか、防具とかいっぱい入れて、武器庫みたいな。チタンハウス武器庫って書いて、小太郎と豊だけお願い、じゃあ。小太郎と豊やっといて。なんだよ。サボんな。やってこい。よし、作ったわ。ちょっと待って。正確な台本っていうか、チャットとか書いたから。ただ、発言があるのは、ノルノル、チタン、ジャダム、コタロウ、ゴムハム、ノジャジャだけ。あと、トシ。ごめん、謎にちょっとトシ動員した。最後。ごめん、ノジャジャになんな。すごいな、これ。やば。これやばいな。これえぐいね。怖しかも。黒くなるのの方が怖いな。あー、黒くなるのが怖いから、これ、ちょっと、下にこれ、行きたいかも。ここら辺にこう、なんか、落とす台、作りたいかな、ここ。
ここら辺こう上に上げたりとかして適当に階段作って上げてほしい。もうちょっと深淵みたいな感じだから何もそこが見えないみたいな。あのどうすんの？もう撮影してていい？くんさんがやれって言ったんですけど、え、これみんなが協力してでやれんの？これ全員手伝える？手伝える要素ある？なんか脳死はきつい、多少脳が必要。え、これさ、これあの一番こう広がってるところとか、これやばくない？ハンキングは無理。これ全員頑張る？ちょできる人はちょっと来て、チタンハウスの上まで。あと撮影先しよう、チタンは。チタンとノルノルさんと、ジャダムと、まあ、しょうがねえからタブラがインドに行って、ちょ撮影だけ先にしよう。撮影どんどん先にやっていく。脳みそある人、脳みそついてないやつはもうしこってていいよ。もう何しててもいい。ハイハトもノリノルスキンです。じゃあいいよ。ノルノルスキンの人は来ていいよ。で、チタン、いいアングルのところにいて。チタンとノルノルさんとジャダム。で、インド帝国民のモブ枠でいいですか？いや、来ないでいいよ。多分来ない方が多分、あっさりしてる。あとさ、ニシトくんさ、別に存在はニシトくんの存在示さなくていいけど、着火だけしてくんない？ TNT の。TNT こん中ちょっと敷き詰めよう。で、セリフの、ファースの家も壊しますよってセリフがあったら、こう、着火する感じで。着火だけやってほしい。で、TNT、ジャダムとチタンとタブラで TNT 敷き詰めて。外からあんま見えない方が多分面白いと思う。ハイハトも手伝って。で、まだ起爆させないんでね。何両辺何？あ、これなんかあれコマンド？上から落ちるための。落ちる。あー、砂が落ちてくる。あー、すごい！いいね。あ、すごいいいね。あ、めっちゃいい。あ、ごめん、でもまだやんない。まだまだちょっと片付けしなきゃいけない。片付けして。待って！片付けする！待って。オッケーオッケー。ただ、大丈夫。テストランはオッケー。いいね。すごい、それ。その散らばる感じまさかできると思わなかった。やってもうた。おい。やってもうたじゃねえぞ。下田じゃ済まないからな、これもう。一回起爆したら終わるから、水持っときの水。ワンチャンやらかした時のために。傭兵さ、落ちてくるさ、砂の量さ、あんま重すぎるとあれだからさ、倍ぐらいにできたりする。じゃあ倍で。おい、大丈夫か、やらかしてないか。チタンの、あって怖いんだけど。大丈夫？セーフ。怖すぎだろ。お、マジで。気をつけろよ、マジで。下田じゃしょうもないからな。で、小太郎、あれはできてる？武器庫の改造はできた？もう武器しかないぐらいでいいよ、もう中。あ、いいね。あり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 。両兵羊が降ってくるようにできる。羊の量は砂と同じぐらいでいいんだけど、砂より少なくていい。半分、最初の砂の量ぐらいでいい。最初羊降ってくる。で、次、砂が降ってくる。最後、TNT が降ってくるみたいな。TNT 降ってくるシーンって、ない方が面白いかな。ま、ちょっと思ってんのが TNT が降ってきてるシーンとかじゃなくて、なんかシューっていう爆破、TNT の爆破の音が聞こえて終了みたいな。なんかこう、その視聴者に予感させて終了みたいな感じで引きにした方が、TNT が降ってきて、うわーってなって終わるよりも、なんか、爆破音がして、終了、シューっていう起爆の音がして終了の方が良くない？なんかそっちの方がなんか、スマートに行く気がする。どうだろう？違うかな？ TNT の爆破シーン見せた方がいいかな？確かにでも、絵面は面白いんだけど、のじゃじゃは降ってくる。で、羊が降ってきた後、なんで羊が降ってくるんだろうねみたいなこと言って、で、暗転して起爆音がするみたいな。まだ筋トレ来た。筋トレじゃん。なんてのこの筋トレガエル。筋トレガエルじゃん。サバ戻ったら奪おう。おじさま何言ってんだお前。お前なんか見つけたのかお前もしかして。なんかサバ戻ったら奪おうとか言ってたぞなんか。おじさん教えなーい。ああ。何か見つけたんだろうな、多分。これちょっと、こんなもんでいいんだね、さすがに。ただ、サバ落ちるで、これ。まあでも、他の人入ってなかったらいけるか。他のタブ開かずに、ちょっと他の人抜けて、軽くして、TNT 爆破したらいけるかも。すでに抜けとく？いや、抜けるぐらいだったら、例の、ブラックホールの作業してください。恐ろしいね。これ、ブラックホールさ、ちょっと待って。こう、もう一個上、外の外周まで作るってこと？え？いや、5段目やめときましょう。5段目やめましょう。それ草です。さすがに草。さすがに草だから。さすがに草じゃん。さすがに草じゃない。さすがに草。とりあえず、
今既存のとこだけとりあえず作ろうよ。まずは5段目ベイしましょう。この黒いのってさ、黒い線みたいなのってさ、最終的に壊す、最終的に壊した方がいいかな。壊してさ、全部ガラスにする。これがガラスに変わります。あの真ん中だけ黒くできる。真ん中のこう、なんだろう、今穴が開いてる台風の目みたいなところだけ真っ黒にしたら多分いい感じになりそうな気がする。そうするとなんかブラックホール感多少出るかも。うん、多少出る。多少ってかかなり出る、それのおかげで。あー、いいねいいねいいね。羊降ってきてる感じ。こんな特大プロジェクトになるなんて。うん、そう。しかもこの差は消滅します。今日このネタやった後何すんの。え、普通のサバイバルすればいいんじゃね。え、22時52分ですよ。西と23時、西とくんシンガポールにいる説。西とシンガポール説あるな。あー、チタンね、チタンとノルノルさんとジャダムに TP するから、一番チタンが映えるところを選んで、でノルノルさんに TP するから、まあ、こことかがいいんじゃない。チタン、こことかはここ一番映えない。この社格とかやばいな、これ。チタノル軍団やばいね。あの、しかもあの本邦初公開というか、今まで50人クラフト100こパート100超えても未だない、あのノルノルさんの訓来てがからさ始まるからね。最初、ちなみにこれノルノルさんの訓来てが聞ける。最初で最後の訓来てがね、今回出ます。言ったことない多分。訓来て、まあ、でも声優それだけだから、あとチタンがやるから、チタンジャダムが呼ぶだけ。どのタイミングで、あ、西と俺が言うよ、カットするからどうせ。パンもっとたくさん作り方で全部畑にしてます。そうそう、そのセリフ、そのあとなんかこれもあと、うん、大体その後だね。クン来てなんですね。そう、あのノルノさんがクン来、あのしかもローマ字で打ってほしい。こうクン来てローマ字で打ってほしい。ローマ字ではみたいな。そうそうそう、はっていう。でチタンとジャダム二人は適当にさ、アドリブありで、なんかこう、船もなんか畑にしましたとか、なんかファマスの話したりとか、アドリブで任せる。あの、大体の方向性だけだから、チタンとジャダムはアドリブで発言して OK。他の人はちょっと静かにしといてほしいかも。みんな話すわけわかんなくなるから。OK、チタンとジャダム。なんか適当にアドリブで言いたいこと言っていいよ。クンさん、ここの入り口の装飾こんな感じでいいですか？あー、すごいいいね。いつの間にこんなことを。すごい、超いい。やば怖っ。ここのじゃじゃ突き落とすのか。あれ？ダメだ、お前はダメだぞ。乗るのじゃじゃはダメだよ。やっばこれ。のじゃじゃがなんか塵みたいになってってる。これやばいな。やっぱこれ突き落とすの、なかなかこう下が見えてる感じじゃないから、超やばいね。うわーうわーなんだそれ、何やってんのお前。あれ、今日たい焼きいないな。そういえばたい焼きがいない。怖っ。どこに釣りすんの。たい焼きいたら釣りさせたのにな。たい焼きいたらな、たい焼き2日間ぐらい来れないそうです。なんでお前が認知してんのそれ。なんでさ、小太郎がなんか把握してんの、意味わかんなくね。じゃあまあイカオに釣りさせるのありかもね。最初になんか釣り針がなんか上から降ってくるみたいな、釣り針がポツンって垂れてくるみたいなの割といいけど、最初なんだっけ、まあ、のじゃじゃが落ちてくるのが最初か。釣り針が垂れてきて、みんなでなんか釣り糸が上から垂れてきたみたいなこと言って、でそこに寄ってったらのじゃじゃが上から降ってくるみたいな。こっからこう釣り針が垂れてきてる時はあれが多分見えてない方がいいから、それなんか多分編集で何とかできる。ここに釣り針が垂れてきました、上何もないのにねっつって上見上げるときに、俺が一瞬で見上げるから感度高くして、で上に物がない方が多分ここら辺かな。なんかこの塔の上にクンさん来てって言って、誰かが行ってきて釣り針が垂れてきたっつって上を見るんだけど、その上を合成してカットして、こっちの普通の空の上にこう上向いた瞬間普通の空の上したらそれっぽくできるから、その時だけで感度高くするわ。で釣り糸を垂らせばいいの、ここに向かって垂らせんのか。ブラックホール歪んでていいよ、別に本当の円深淵じゃなくていいよ。大丈夫大丈夫、それっぽさ出る。
どこだ、あの上まで釣りと垂らせばいいんでしょ。まあ別にクリエで垂らしていいよ。別に上何もないことにするできるから、こっから釣り垂らせばいいんじゃない。おイカを釣り垂らして、こっからここに向かって、あ、いいね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 。この射角とその後でイカオが別のところで上を見るのを組み合わせればそれっぽく見えるから、でイカオだけ透明にしとけば、透明飲ませてやれば別におかしくならない。でそれ呼ぶの誰にするか、なんか釣りと垂れてますみたいな、誰やりたい。誰でもいいよ。釣りと垂らす役はイカオ。 MC だかやりたい。じゃあ MC だかね、後で台本に書いとくわ。フーサー来てなんか釣りと垂れてるとかって言って、で行ったらなんかみんな結構いて、でノジャジャが落ちてくるみたいな。ノジャジャが落ちた後羊の方がいいかな。それだったらノジャジャが落ちた後羊これ邪魔だから全部落とそうぜとかって言って羊落としたら、落として、でその次土で、土でもう絶望して最後 TNT。 R ノジャジャその時死にます。いや、ノジャジャはノジャジャは二度死ぬ。最初突き落として、でノジャジャのキルログが出ない、なんかバンサブロックで自動でバンされるっていうのでバンされるのね、自動で。実際は西翔くんとかはバンするんだけど、で今度はノジャジャが天から降ってきてノジャジャが死ぬ。死んだ方が面白くない？生きてた方がいいかな。なんか死んだ方が面白い気がする。ブチャってなるのシュールで良さそうだよね。ノジャジャノジャジャの今回の役割はゴムハムの腰巾着してたら結局利用されて殺される役で、最後に人類の終わりのこうを示すさ、そうだね、人類の終わりを示す最初の犠牲者になるって感じ。キーキャラ、うん、キーキャラだね、キーキャラだ。やった、よかったね。著名でしょ、よかったの。ノジャジャ最初にゾンビになる人多分このブラックホール頭おかしい。あー、いいね、ブラックホール、ブラックホールいい感じじゃない。下から見るとすげえいい感じだよ。ビリビリが走ってる感じ、それでいいと思う。その紫色のガラスがいいね、それ。いい味出してる。内側の装飾も凝ってきました。オッケーオッケー。できた。君は何をしてるの？R のじゃじゃなんかちゃんみやにすり寄ってるよね、なんか。なんかすり寄ってない、なんか。なんかすり寄ってってるよね、なんか。こいつ。キモ。クソすり寄ってるよ。たまにしか来ないけど、なんかすげえ、いっつもなんか、くっつき回ってる。離れます。クソかっけえじゃん。クソかっけえじゃん、ブラックホール。くんさん、助けて。ほっとこ。やっぱめっちゃまがまがしいんだけど、それなんか不穏でしかない。それめっちゃ不穏っすよ、それ。遠くから見たら、そのブラックホール、あの霞んでて不穏、なんかね、異質なものが浮かんでる感じがすごい。それ浮かんでちゃいけないものが浮かんでる。は、ゴドンに殺害された。え、などういうこと。は、ゴドンに殺されてるぞ。なんかゴドンさん、おやおや、これゴドンか。激励に触れたみてえだな。もう撮影しますか、ブラックホールできたらね。ブラックホール、その外周のウール壊す、どうする、壊す、残す、了解。じゃあもうこれで完成って感じか。なんか夜の方がやばいね、若干。なんか夕方とかの方がなんかやばい気がする。なんか見栄えが、夕方とかの方がなんか異様だよ、ちょっと。この世の終わり感すげえ。雷出せますか。いやー、雷は出さなくていいんじゃね。あ、これから雷を出すってこと、コマンドで。ちょっと夜っぽい感じの夕方。西人くん、この時間で固定してほしい。このちょっと前の時間ぐらいで。ちょっと今暗くなったから、もうちょっと明るかった時間で。あのさ、多分外ウール取っ払ってもいいかも。そう分、どう思う？外ウール取っ払ってもいいかも、この時間なら。なんかこう、ちょっと空間にこう溶け込んでる感じがする。どう思う？こっから見て、上。下から見た感じ、なんか。で、ちょっと夕方時刻ぐらいだと、もうちょっとだけ西人くん夜がいいかも。もう少し。下から見た感じ、ウール取っ払った方が、あと夜っぽくしたら、その、完全に取っ払わなくていいけど、もう少し取っ払っていい気がする。あ、オッケーオッケー、今ぐらいかな？今ぐらい。13400ぐらいが良かったかも。枠ちょっと取っ払った方がいいけど、あえて輪郭ぼかした方がそれっぽい気もしない。どう思う？
ちょっと枠取ってみないですか。枠取りましょう。あの、暗くなったらなんか逆にこう、ちょっとぼやぼやしてた方がなんか面白い気がする。物質感が出ちゃうから。で、ちょっと光とか入れてもいいかもね。そう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 。多分枠取っ払うだけで割と完成でもいいのでは。なんか今の時点でもうだいぶいい気がする。ちょっとかっこいいね、すでに。ちょっとこう、黄昏時ぐらいの感じが。もう世界の終わりっぽくていい。いいね、このたい焼き像との対比がいいかも。こういうなんかふざけた、もうなんか、ふざけた顔したやつと、この世界の終わりのこの始まりみたいな。よくないこの対比。たい焼き像との対比が。うわ、やばやばいやばいやばい、それ。雨だとやばいわ。雨だとやばい、ブラックホール。雨だと結構やばい。あ、やばいね。あ、やばいね。めっちゃいい感じだよ、それ。めっちゃいい感じ。あ、めっちゃいいわ。あ、すごいいいです。使い切りなのもったいない。いいね。絵面やばいね。ちょっと。ダメだ。真っ黒すぎる。やばい。なんか、まがまがしすぎる。あの、ちょっとね。あの、ごめん、ちょっとやばすぎる。影モッドにしたらすげえことになってる。なんか、真っ暗で見えない。近づいたらわかるけど、真っ暗すぎる、さすがに。あの、怖すぎる。ちょっと雨がなんかさ、ちょっと歪んでるの、空間歪んでるように見えてやばい、この時空がなんか。もうちょっとあれだな。多分、シェーダーやるとしても、明るさを上げないと多分ダメだな。あ、ダメだな。この程度の明るさじゃない話になるんだよ。シェーダーを。あー、ちょっと違うな。ガラスの見え方が、やっぱ、シェーダーによって全然違うから、全く別物になるね。うわ!これやばい!これやばいわ。これやばすぎる。これやばい。これちょっと、一回ウェザークリアとタイムセットデイにしてもらっていい?あ、晴れでこれか。晴れでも全然、ありちゃありだな。あー、やばいわ。あの、これでもやばくない?なんかちょっと。ちょっとなんか、なんかやばくない?なんかこれ。なんかこれでもなんかちょっと異質なやばさあるかも。これ結構やばくない?この絵面。これちょっとシェーダー使って撮ってもいいかもな、ちょっと。雲流れてんのやばい。ちょっとわかる。あの、あのね、ワールドトリガー感ちょっとだけある。あの、影モッドで綺麗な MS95 とか見たくないんだけど。MS95 かっこいい。五光差してる、なんか。これ世界救うわ。これ MS95 が世界救う話だったのか。これやばいわ、これ。これやばいね。救うわ、これ。でも誰かが見上げてる感じがいいな、これを。誰に見上げさせるか。サムネ映えするやつ。誰に見上げさせるか。のじゃじゃ?一番最初に落ちてくるたい焼きいねえからな。いや、トミーは再生数壊れる。どこから眺めてるのが一番かっこいいかな。やっぱたい焼き像のところとかじゃない。たい焼き像だと全部読み込め。ちょっと待って、これ。チャンクの読み込みちょっと上げるわ。あ、でもなんかこういうものか。読み込んでないわけじゃないのか。あー、ここちょっと多分ね、これ全部封鎖して丸くした方がいいかも、ここ。空間作らない方がいいかも。ちゃんと丸くした方がそれっぽくなるかも。しっかり。その方がなんか、なんだろう、ちょっと異質なもの、半分人工物っぽいかも。あ、でも、あ、でも、まあいいかも、削ってもいいかも。ごめん、なんでもない。全部削るんだったらそれでいいかも。そういうこう、なんか、うん、全部削るんだったらそれでいいわ。逆にそっちの方がいい。削るんだったら、もう本当に削るんだったらかなりガツガツに削っていいと思う。どうする?誰見上げさせるか。見上げるところってなんかこういう風車とかちょっと平和なところがいいよね。こことかじゃない?多分サムネ撮るんだったら。なんか50人クラフトにこう異質な感じ。誰、なんかちょっと試験するか、どんどん。なんだろう、これの巨大感が、スケール感をなんかやりたいからもうちょっと近づくか。なんかもっと思いっきり引きで撮るか。もっと人物なしで思いっきり引きで撮る。ちょっと弱いか。ここから撮るの結構覆いかぶさってる感があっていいかもね。ただちょっと逆光なのが、ちょっとタイムセットヌーンとか、これじゃない？ちょっとこれの方が、ここ良くない？ダメかな？もっと光近づいた方がいいかな？ちょっとモデル。ダメダメ。ちょっと作った人にモデルやってもらう。総分、ちょっとこっち来て。向こう見て。あの、多分、それ見てた方がいい。明るすぎるか。まがまがしいけど、1万3000とかにしてみるか。あー、ちょっと多分サムネとしてでも暗いのって微妙だから。
あの、お前映ったら再生数下がるから。お前は。お前ダメだ。お前はダメ。お前映ったら終わる。再生数泥棒だから。だから削るのそんなもんでいいと思うよ。そんなもんでいいと思う、削るのも。もういいと思う。逆に、めっちゃ上の画角から、どうだろう。下がいいかな。でもどうだろう。なんか、でも何かがある感じはするよね。いやー、多分、雨にすると多分、霞むだけな気がする。まあでも、ちょっと霞みすぎるね。人目線はこの辺だよね。人間目線でガチで見上げるとこんな感じ。タワーからならこんな感じかな。ビーコンちょっと一回消そっか。どうでしょう。雲消すの微妙だと思うけどね。な、平和感がなくなるから。な、これ結構良くない？ダメかな。上見ると全容がわかるからこの辺がいいんじゃない？逆に。そう分上見上げて。あー、そんな感じか。でも人と認識できないかな、正直。よっぽど後ろ姿が特徴的なやつじゃないと人として認識できない。みんなが集まってな、上見てるとかでもいいかもね。あ、ストップ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 。これ良くない？これ。これすごいいいと思う。めちゃくちゃ良くない？ふぅ。この辺も動画化だな。